皆さんこんにちは。安全管理アドバイザーの深谷です。今年も皆さんと一緒に安全管理について学んでいきましょう。まずはこちらの映像をご覧ください。時間がなくなる香川高専高松初優勝。去年の決勝戦の映像です。優勝が決まった瞬間、仲間のところに駆け寄らずにロボットの非常停止スイッチを押しに行った学生がいました。優勝した香川高専高松キャンパスの三井くんです。安全管理責任者としての任務を最後まで忘れずに務めました。昨年の安全管理の MVP と言っていいと思います。本当に素晴らしかったです。安全管理の意識は毎年少しずつですが高まっていると感じています。慢心せず、今年の30回の記念大会も安全第一で頑張っていきましょう。ロボコンにおける安全対策の基本的な話はこの安全対策ガイドに載っています。必ず熟読をしてください。それともう一つ重要な書類がこちらの安全対策チェックシートです。このシートは単に提出用としてではなく、大会まで自分たちのロボットの安全を確認する大切なものです。このシートの活用方法と書き方についてこれから一緒に学んでいきたいと思います。じゃあ実際に安全対策チェックシートを作ってみようか。よろしくお願いします。先生、ロボットの安全対策なんてこんな用紙いくらあっても足りませんよ。安全対策すべてを最初から考える必要はないんだよ。先生、フェーズ約分って何書けばいいんですか？ここはね、ロボットの製作から大会までの安全対策が必要なところをしっかりと時間や行動を含めて書くっていうところです。次は想定される事故の内容か。難しいな。難しく考える必要はないよ。例えばバリ取りや面取り、どうしてそれをするのか考えてごらん。そこに当たったりしたら危ないから。なぜ危険なのかな。体に当たったら怪我するかもしれないですし、エイルの部分が目に当たったら失明するかもしれないですね。そうだね。そのように行動を考えると、おのずと何が危険なのかが分かってくる。そういったことを考えることが重要なんだよ。そっか、その対策について書くのが隣の具体的な対策の欄なんですね。自分たちのロボットに合わせて内容を改良していくと、より良いものができると思うので、自分たちでよく考えてシートを完成させていこう。先生、よくわかりました。ありがとうございます。今回は安全対策チェックシートの書き方について紹介をしました。ロボット制作と安全対策の両立を目指して頑張ってください。では次回またお会いしましょう。さようなら。